Zamlodon versus Salt. Get ready to roll. Here comes a daredevil. Who dares to enter the maze? Zamlodon versus Salt. Good luck. Heaven or hell. Duel one. Let's rock. Here comes a daredevil. Who dares to enter the maze? Time for your sword.
versus Kyle. Get ready to roll. Heaven or hell. Duel. Duel. One. One. Let's rock. So cool.ですね、ちょっと中継だけで21チームあるみたいなんで、ちょっとね、負けトーナメントいつもやってるじゃないですか。負けトーナメントなんですが、一応作りますが、負けたら、1回戦で負けたら負けトーナメントやって終了っていう形にしようかなと思います。ちょっと21の運営で、だって21の半分が敗者で復活してくるわけでしょ。32のフルトーナメントでしょ。それはちょっとね、時間かかりまくりそうなんで、最低でも2試合できる、運営方法でやりたいと思いますので、よろしくお願いします。制限台が少ないので許してください。はい、こんなに集まると嬉しいんですけどね。あともう1セット増やそうとは思っているんですが、もうちょっとだけお待ちください。ちょっと負けトーナメントは交流的な、ね、意味も含めて、やっていただければなと。制限台とかもありますし、で今回もざっくりと初級台と中級台で分けますんで、3セットずつ、仲良く遊んでいただければと思います。すいません、ちょっと嬉しい、悩みではございますが、週の真ん中水曜日でね、疲れ果ててしまうのはどうかなと思うんで、最低2回はできる形式に、させていただきたいと思います。ちょっとお許しください。Who dares to enter the mayhem? CMP Skyline. Ramlabound versus Sting. Good luck to you. Heaven or Hell. Duel.
Let's rock. あ、そうなの。上に。俺を見てもノッカーが大変だ。残念。誰？俺を見なさい。誰？俺を見なさい。ツイッターの方にも書いたんですが、本日行われます週休の3-4の方ですはですね、いつもは負けトーナメントやって、結構長いこと遊べたんですが、今回ちょっと人数多すぎるんで、全体で言うと80人超えております。初級が15人で、中級だけでね、21チーム以上いるんで、最初に試合を行って、負けたチームは負けトーナメントではなく、もう1試合、試合を行います。ルーザーズで1試合試合を行って、勝っても負けても終了となりますので、最低2試合やる形となりますので、申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。8対進行とかでやっても、まあできるちゃできるので、多分めちゃめちゃ疲れると思うんで、プレイヤーもで疲れちゃうと大会にも来づらくなっちゃうかなと思うんで、とりあえず2試合で、大会後は6台、制限台を初級をざっくり3台、中級をざっくり3台、3セットずつの制限台を、用意いたしますので、よろしくお願いいたします。Let's rock!
ちょっと涼しくなった。少し冷房をね、制限かけてたんですけど、ちょっと内緒で上げて下げてきました。内緒と下げたの今言っちゃう意味ねえだろ。そう。
めっちゃ人いるんだな。ありがたいことです。ありがとうございます。おう、すげー。おう、なんか涼しくなった。ちょっと涼しくなったね。やばいね、涼しくなるんだね、こんな人数いても。ちょっと涼しくない。真ん中涼しいよね、多分ね。そうだね。何度も言って申し訳ないんですけども、今日の中級者大会は、いつも負けトーナメントやって戦って勝ちで戦い抜いてっていう感じでやってたんですけど、今回は1回戦のみ、負けトーナメントがある形で、負けトーナメントというか、まあ、ルーザーズの試合ですね。ルーザーズ同士の試合となります。なんで、最低2試合ありますが、1回戦で負けた時点でもう1試合しかありませんので、ご理解の方よろしくお願いいたします。なんで今日は中級は勝てば勝つほど対戦はできますが、負けてしまった場合はあと1試合しかありません。よろしくお願いします。その代わりですね、各チームバランスよく、先方中堅大将と必ず同じレベルの人と対戦できるように、まあ必ずって言ったらちょっと大げさですが、人数多いんでちょっと難しいですけども、なるべくいい試合ができるように、組んでおりますので、ぜひ頑張ってください。だけどなんかロイさんとかのマルハンさんとかのリツイートで、ね、何かに没頭しているとね、時が経つのが短いだのあったじゃん。俺はここ数年で AC から PR までめっちゃ老けたんだけど結構苦労してたんだなと昔の写真を見るために思います。まあ、けどジョニーは出たんでね、これからはちょっと没頭できるんじゃないかなと。いや、めっちゃ苦労したけどね、今はやっといい感じになってきてます。まあ、初級は16人のトーナメント戦です。よろしくお願いします。で、エピソードモードはですね、専用ライン今、3セットあると思うんですけども、もう時間的に今トーナメント表、中級のトーナメント表を作り始めているので、これでもうラストにしてください。相手のところはもう設定変えてしまいますので、エピソード専用台はこれで終了でお願いいたします。その他、涼しくね、マジ涼しいんだけど、こんなに人数いて涼しいって今まで制限かけてたら、まあ、怒られるからなんか、まあ、あんまり下げすぎないと怒られたんですけど、すごい涼しいんでこれからも内緒で下げようと思います。人がたくさん来たらめっちゃ涼しいんだ、寒いんだけど超嬉しい。さっきまで、ちょっと届けにしようと思ったんだけど、こんなに変わるもんなんだな。外が暑いからね、また今日から暑くなりました。
で今日なんですけど、大会を中級者の大会を、まあ、最低負けてしまった場合は2試合にする代わりに制限台はもう本当に初級中級でざっくり分けるんですけども、なるべく先方中堅の人に2セット使わせてくださいって感じで最後にお願いすると思います。最初の枠の人は多分もうどの台でやっても勝負できると思いますんで、はい OK です。じゃあこちら名前書いてあげて、まあ、あの2台を、まあ、先方枠中堅枠で使ってほしいなって感じです。まあ、欲しいなって希望で希望なだけなんで、まあ、どうせ連勝制限はつけてるんですけども、まあ、できたらでいいんでよろしくお願いします。ヤクルト首位やりますよ。現在4回の裏を持って4対2、2点リードですね。あと阪神と1ゲーム差だからね。阪神はあの V やねんみたいなやつ作ったらしいからまたあるよ。 V やなんとかで、ね、V や2015みたいな。いいとしよも設定でいこう。Wait a minute.
はい、じゃあ A 番内も終了にしようかな。ヒロさん終わりでお願いします。あっ、珍しいガッツポーズ。今誰に向けてやったんですか、ね、今のガッツポーズ。あれ、今負けたの。あ、ホヒコさんか。あんな負けちゃったか。あ、こっち涼しいな。奥はね、外が暑い間はね、ちょっとどうしてもそこの非常口のところ熱こもっちゃうんですよね。けどこっち人がいても比較的涼しいんで良かったです。で、今日も何度も言いますが、負けトーナメントは、最初の試合を負けた場合のみ、負けチーム同士で試合を行います。その場合は勝っても負けても終了となりますので、まあ、最低2試合は行います。最低2試合は行いますので、後で呼び出しをする際にですね、3人揃って呼び出すんですけども、大会が終わるまでは3人揃って行動していただけると助かります。よろしくお願いします。人の世界にもビッグオーバー。では、大会で使います A から ABCDEFG かな、こちら運営席前から6セットぐらい全部止めます。今から手伝ってくれてる人が行けますんで、指示に従って終わらせちゃってください。Guilty Gear Exile。
あー、それではお待たせしました、トーナメント表が完成しましたので、とりあえず呼び出していきたいと思います。まずは中級から、何度もアナウンスしておりますが、今回ね、中級1回負けると、こっちの最初の試合で負けるとこっちの敗者の方の紙に移動しますが、これトーナメント表ではなく、あと1試合だけできますよってものになるので、いつも通りの勝ち上がりの敗者トーナメントではないことをご注意ください。じゃあ、チームどんどん呼び出していきます。まずね、 C 番台すぐ試合するとこから順に呼んできますよ。カステラさんの佐藤大将に、ポゴさんのラムレダル中堅、で先方がネメさんの回、カステラさん、ポゴさん、ネメさん、はい、挙手、はい、了解、はい、3本手上がりました。はい、こちら、お題チームになります。 C 番台ですね、ここの島の真ん中、対戦相手、エタロウさんのシーンを対象に、1,2,3 人チーム、エタロウシーン、ピカデリー、平田、それ高橋、ラムレザルチーム手上げてください。はい、音がこっちまででかいんだ。ちょっと待って待って、全員顔合わせしねえと意味ないだろ。下 OK で順番いった。あー、じゃあこのチーム、高橋さん、ピカデリーさん、エタロウさんで順番出てください。よろしくお願いします。で C 番内で試合なんで、こちらの台の真ん中ですね。エタロウさん、じゃんけんして、エタロウさん手挙げて、エタロウさん手挙げて、で高橋さんのチーム、エタロウさんが代表だから、カステラさん、じゃんけんして、はい、じゃあそこでちょっとね、 C 番内 1P2P 決めるためにじゃんけんだけしてください。やる台はもう全部こういう風にやっていきます。はい、次、そして通路の手前側、ちょっとね、みんな一人ずつ呼んでくんで気になるかもしれないですけど、こちらには集まらないでください。呼んだ人だけ来てください。ここでガンガン呼び出して、通りますので、よろしくお願いします。 D 番内、これね、コロポックリ、カイ、キムアクセル、テッドソルチーム手挙げてください。はーい、3人、はい、コロポックリさんいる、1人しかいないぞ、こっちからは見えないぞ。コロポックリさんとキムさんとテッドさんいる、はい、手挙げて、3人、はい、こっち来てください。はーい、こちら3人チームメイトです。こちら順番はテッドさん、キムさん、コロポックリさんって順番です。対戦相手、タクヤファースト、天雷の闇付き、ザトチーム手挙げて、はい、3人、タクヤさん、天雷さん、闇付きさん手挙げて、マジいないな、天雷さんはまだ来てない、闇付きザトいますか、手挙げて、タクヤさん、闇付きザト、天雷さん、マジでいないな、まあいいや、とりあえず竹谷さんじゃんけんしといてください。コロポックリさんのチームとじゃんけんして、 D 番内の 1P2P 後で呼び出します試合なんで、はい、いってい、じゃんけんして、コロポックリさん、はい、じゃんけんして、 1P2P 決めて、おちょおちょおいおい、で、通路を挟んで向こう側 D 番内、さあ D 番内とか分かると思う、ポップのところはブリシットの白紙画を書いてあるんで、それで判断してください。こちらが A 番内、ここから並んで BCDEFG とつないでいきます。よろしくお願いします。つないじゃダメだよ、ガトリングじゃない。次 E 番内、土屋、玉木、メイ、昆布、レオ、就活イノチーム手挙げて、はーい、3人、はーい、こちら早い、3人揃いました。そちら順番はですね、就活さん、昆布さん、土屋、玉木さんといきます。ちょっとそこでお待ちください。対戦相手、野良猫、レオ、ミササギファースト、トータスさんのシーン、はーい、手挙げて、野良猫さんいる、ミササギさんとトータスさん手挙げて、来て来て、あ、こっち来て、こっち真ん中、ここから辺まで来てください。野良猫さんを中心に、はい、で野良猫さんと就活さんのチーム手挙げて、はい、じゃんけんして、 D 番台です。 ABCD 番台で試合となりますので、 1P2P 決めてください。移動して、3人揃って必ず2試合行いますんで、皆さん3人で行動よろしくお願いいたします。
次 E バンダイの次は F バンダイ、ヤブエルフェルト、早本レオ、リーネコ、ジョニーチーム手挙げて。はい、ここはまあもうなん結構出てる人たちだから、シャカシャカやっちゃいます。リーネコさん来てね。対戦相手マルハンソル、リヒタソル、魔法少女、ザンギタン、ポチョムキンチーム、はい手挙げて。おい、ちょっとこちら今試合、今から試合なんで顔合わせを、まあ、すぐしないとやばいんで手挙げてください。こっち来てください。誰がいないんだ。マルハンさん、マルハンさん、マルハンさん、売る方とかマジどうでもいいんで早くしてください。マルハンさんの売る方がどうでもいいんでですね、ゲームをバカにしたわけじゃない、マルハンさんが他のゲームをやってることはどう割とどうでもいいマルハンさんね、まあもともとウルフォープレイヤーということで勝利権出したんですね。マルハンさんとリヒタさんと魔法少女ザンギタンさん手挙げてください。はいはい、ちゃんと顔合わせしてください。3人、こちら魔法少女ザンギタンさん、リヒタさん、マルハンさんですね。つうか名前聞いたことありますね、すごいですね。で、F1 台なんでヤブとジャンケンして 1P2P 決めてください。身長低いからさ。次ぬZ7、アクセル、中山、ジョニー、コウタロウ、スレイヤーチーム、はい、手挙げて。はい、一人。こっち来て、中山さんこっち来て。わかんないけど、大変だけど、こっち来て。Z7 さん、中山さん、コウタロウさん、手挙げて。あ、いるな。中山さんが来れば、全員揃いますね。比較的こっちは涼しいんでね、こっち側に集まった方が今日はいいかもしれません。対戦相手、カネヤ、エルヘルト、レンコンチップ、モミジ、カイチーム。はーい、Z7 さんのチームは孝太郎さん、中山さん、Z7 さんという順番出てください。で、羽屋さんのチームはもみじさん、レンコンさん、羽屋さんで順番出てください。で、G 番内なんで一番奥かな。よろしく、じゃんけん。で、今呼んだチーム先方はもうすでに決まってると思うんで、 C 番台から G 番台呼ばれた人、先方座ってお待ちください。で、そうすると1人席に座ることによって比較的広く場所使えますんで、呼ばれたところもさっさと移動してやってください。はい、おい、レンコンチーム行ってこい。あ、拓也さんって誰だっけ。天雷さんとやみつきさんいますか。どこにいんだ。あー、スタート押しちゃった。ダメだよ、始めちゃまだ。まだ始めちゃいけません。すべての呼び出しと、行ったら、天雷さん早く来てください。試合です、こちらです。あと、やみつきさん、雑草使いのやみつきさん早く。ごめんね。合図はこちらから出しますので、一通り中級者大会のメンバー全員呼び出しをしてから始めます。そうしないと混乱してしまいますので、ちょっと大会開始まで時間かかってしまいますが、この後の進行円滑に進めるためよろしくお願いします。じゃあちょっと大文字って言われても分かんないけどね。はーい、ちょっと待ってね。まあいいや。そこテスト入るんで、そこのまま放置しといてください。呼ばれてないチーム呼び出します。こちらはですね、呼ばれたとちょっと大変かもしれないですけど、吐けちゃってください。危ないんで、危ないと人多いんで。その他の試合じゃないチーム呼んでいきます。で、呼ばれたチームはもう3人揃っといてください。3人揃っとくと後で俺が楽です。よろしくお願いします。ユスケファースト、銀次会、サトゲ、ジョニーチーム、ジェイシー、ジャックオン、はい、ユスケ、銀次、サトゲ、はい、手挙げてください。そちらいますね。サトゲさん向こう移動してください。それで OK。 次、ブルーメイ、七味メイ、ネグソル、プチ、ジャックオンチーム、はい、手挙げて。ブルー、七味、ネグ、プチ、はい、ブルーさん、七味さん、ネグさん、プチさん、手挙げて。あ、こっち来てくれる。顔合わせは絶対してください。必ず今試合をしてても、試合をやめてても顔合わせはしてください。こっち助かります。そうすると、はい、4人います。ここよろしくお願いします。で、プチさん、ネグさん、シミさん、ブルーさん出てください。よろしくお願いします。はい、次、ヤミツキさん、雑草使いの、まあいいや、早く行って。呼んでけば多分時間経って後で気づくでしょう。
ここは、呼んだよね。ケース G ポジョムキン、グレベノム、バリメイチーム、手挙げてー。はーい、ケース G、おお、そこ3人いるね。早い早い、ラッキー。次、平岡海、ぶっぷんこみや、青田くんイノチーム、ケース G さんのチーム、バリさん、グレさん、ケース G さんね、よろしく。平岡海チームは、青田くん、ぶっぷんこ、平岡って順番です。よろしくお願いします。3人で移動してください。石丸まだ来てねえのかな。石丸来ない場合は後でいいや。石丸チップ、亀子メノム、レイシンチームなんですけども、亀子さんちょっと待ってください。石丸先生来たらこちらレイさんいますんで顔合わせしといてください。よろしくお願いします。次、オルカメイ、マツリーの、これ渡郎ポジョムキンチーム、オルカ、マツリー、渡郎チーム、手挙げて。3人いる。こちらですね、渡郎さん、マツリーさん、オルカさんで順番出てください。よろしくお願いします。そちらさん、あ、渡郎さん、まつりさん、オルカさんで順番で失礼いたしました。チーム内でね、あ、分かったですね。はい、次、モガスレイヤー、タクハル、ウルフェルト、ヤディメイチーム。はい、モガ、タクハル、ヤディ、はい、手挙げて。はい、そっち移動して。 A 番内のそこはね、結局使うから A 番内付近に集まってる場合どいてもらうことが可能性が高いんで、よろしくお願いします。モガさんやってる、手挙げて。ごめんなさい、モガさんやってても申し訳ない、手挙げてください。ここはね、大会参加してエントリーした人の責任だと思いますんで、よろしくお願いします。そのチーム、ヤディさん、タクハルさん、モガさんで順番です。よろしくお願いいたします。次、雪海、斎藤、ジャック王、音恵ソロチーム。はい、こちらは音恵さん、斎藤さん、雪さんって順番です。斎藤さんいる、あ、つうかね、向こうに斎藤さんいるから、向こう行っちゃいましょう。次、太郎ポジョムキン、ネイアクセル、ディム、ミリアーチーム。はい、手挙げて。太郎さん、ネイさん、ディムさん、はい、いるかな。太郎さんあそこにいるからどうしようかな。太郎さん歩くのしんどそうだけど、こっち来てこいがな。はい、そちら、じゃあ手挙げてる太郎さん、こちらですね、ディームさんと姉さんですね。じゃあ姉さんどこ行った方がいいかな、あっちの方が涼しいかも。はい、あちら3人揃ってください。で、この順番はそうですね、ここ姉さん先方がいいと思うよ、俺。うん、俺はそっちの方がいいと思います。あー、いや、このまま行こう、とりあえず。ディムミディア、ネイアクセル、太郎こそも銀で順番に出てください。よろしくお願いします。とか、久しぶりでびっくりした。そして次、ホヒコラムレザル、テルルメイ、バコエルフェルトチーム。はーい、手を挙げて。お、もうここ近いな、3人、あ、こちら来てください。はい、テルルさんがいるかな。バコさん、テルルさん、ホヒコさんで順番に出てください。はい、次、アツシさん、ミストさん、ナギさんのチーム、手を挙げて。アツシさんこっちいるから、アツシさんこっち来て、ちょっと。はい、はい、これで3人揃ったな。こちら、ナギさんのアクセル、ミストさんのベノム、アツシさんのミリアで順番に出てください。よろしくお願いします。はい、最後、梅茶新、武藤、ソル、亀田新チーム、はい、手挙げて。揃ってるよ、OK。順番、亀田さん、武藤さん、梅茶さんで順番です。よろしくお願いします。座頭使いの闇月さん来た？いない？座頭使いの闇月さんいらっしゃいますか？座頭使いの闇月さんいないかな。闇月で合ってんの本当に名前。とりあえず座頭でエントリーした人いない？大丈夫？いないんだったらもうちょっとチーム、今のうちに4人チーム持ってっちゃいますよ。大丈夫ですか？あー、そうするか。ジャックオー使いのプチさんいますか？プチさん、ジャックオー使いのプチさんどこいんの？おーい。ジャックオー使いのプチさんと闇月さん、座頭使いの闇月さんいるかな？いねえな。もうやっちゃいます。よろしくお願いします。じゃあちょっと組み替えます。でも試合なんで拓也さんのチームに1人持ってきます。闇月さん困ったな。そうだね。それじゃダメだろ、プッツさんこうでからどうすんだ。まあなんとかしよう。ネグさん、ネグさん、ネグさんいるかな。ネグさんちょっと武さんのチーム入ってもらっていいですか？武さん手挙げて。そちらの先方で出てください。ごめんなさい、後で来たらちょっと考えます。うん、そうだね。まあいいや、とりあえず全台呼んだろ、全チーム呼んだろ。
まあ、ちょっとこれから先進行しながら考えていきますので、みんなもう先方座ってると思いますので、そこでも大丈夫ですね、 OK ですね。で、A 番内も呼んでいきますんで、 A 番内は上からですね、 CL さんのレオと KT さんのイノ、 A 番内です。手を挙げて、はい、もうじゃんけんして座ってください。で、 B 番内、みかんさんのエルフェルトと、ジャグさんのソル、はい、手を挙げて、今度今初球呼んでます。はい、こちら B 番内で試合です。いいよ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 、ゼロ回線なんて後で何とでもある。あれ、どこが音楽鳴ってるんだ。あ、ここか。ダメだ。まあけど多分これで全チーム呼び出ししたんで、これから先は代表者を呼んできます。必ず呼んだチームはね、3人で行動してください。全てのチーム2試合試合がありまして、1回戦の負けても負けトーナメントではなく、まあもう1試合あります。で、その試合は負けたチームは勝っても負けても終了となりますので、2試合終わるまでは離れずにお待ちください。よろしくお願いします。はい、じゃあそれではですね、大変お待たせいたしました。9月2日のギリティギアエグザードレベリーター初中級者大会始めていきたいと思います。それぞれね、中級者大会は先方座ってると思いますので、スタートボタンを押して始めてください。そして初級者の人たちも A 番台 B 番台スタートボタンを押して、それぞれ始めてください。どうぞ。はい、お疲れ様です。 B 番台誰だ。ジャグさん、ソル使いのジャグさん、はい、こちら B 番台試合だよ。疲れた。まあね、今回初参加って人はあんま気にしないでくださいね。最初は必ず呼び出しをするってだけなんで、まあ、最初の失敗は全然気にしないで構いません。はい、ちょっとだけお待ちください。一応ですね、現在やみつきさんのザトウと、プチさんのジャックをですね、現在行方不明となっておりますので、もしいらっしゃいましたらこちらまでお越しください。参加費はもらってるはずなんで、いないってことないと思うんですけども、まあ、もしね、あれいつ試合やったのみたいなことになったら、すごく大変なので、みんなね、見つけたら来てくださいね。まあ暑いからね、避難したっていうのは場合もあるんですけど、ちょっとね、冷房の温度も下げたんで、だいぶ通路が過ごしやすくなってるかなと思います。全然実況できてません、ごめんなさい。A 番台はですね、シエルさんのレオと KT さんのイノですね、初級者大会となっております。今回は初級者大会なんですけども、基本的に段位が、まあ、中級はな、9段、8段から10段かな、8段からはもう中級でいいかなって感じなんですけども、まあ、ちょっとね、段位がかなり上がりやすくなっておりますので、前作の段位をかなり参考にしております。よろしくお願いいたします。それでは A 番内、試合終わっちゃいましたが、この駅さんのシンとピータさんのザト A 番内です。聞こえるわ、あなたの声を。ああ、絡んでオーバー。もしね、あんまないと思うんですけど、ボタンの配置をミスってしまったって場合はですね、その場で手を挙げてください。まあガチガチな大会というわけじゃないんで、失格とかにはしませんので、すぐに呼んでください。設定変えに行きます。まあ、できればそういうミスはしないでください。B 番台ごめんなさいね、初級ちょっとあんま話せないけど、やべえ、負けたのが振ってあるな、さすがだ。ニート、このカッコいらないよ。あ、いるか、結局いるか、まあ、いるか、カッコはいるか。
外保さんのシンと千住さんのスレイヤー B 番台でお願いします。あ、ボルテックレイン飛んでしまった。はい、手挙げてください。外保さんと千住さん、あ、いますね、そちら今試合です。さあ、佐藤対シンですが、すっげー佐藤の色大きく伸びる収納をしてきますが、難しいながらもしっかり決めていく。ダメ足 S ハイスラッシュから吹いていく。シンはちょっと必殺技、そうですね、ガンガン振ってきてるよね。ピークドライバーがね、やっぱ長くて使いやすいんで、これをメインに振っていくといいと思われます。ザクロは難しいながらもしっかり分身を使っている。ヒットさえすればコンボができるかなといったように見受けられますので、ね、当たった場合しっかりコンボ決めていきたいです。さあ投げを決めて、さあちょっとこうなってしまったか。バルチャーシーズ、あーっとご飯、これはよく漏れてしまう、わかる。ボルテックレイン、かなりこの技を信頼している。アンオルファスは手出しちゃダメですよ、危ない。ハイスラッシュから分身が出てる、すげえ、あーなんか構えてる。そして伸びるでフォロー、かなり強いですね。いい連携、ジャンハイからタッチピーで返して伸びる。ここはまだ分身ゲージが回復しきっておりませんでしたね。さあ、これがジャンハイ相打ちとなりまして、勝ったのはピータさんの佐藤です。おめでとうございます。コンさんのメイト、もやしさんの回 A 番台、私は私をもって人に絶望し、私をもってそれを撤回しなければならない。ゆえに私は君に負けるわけにはいかない。次誰だっけ。コンさんのメイト、もやしさんの回 A 番台をします。はい、それでは、まあ、A 番台準備ができたら押してください。はい、じゃあトーナメントいきます。 B 番台ジャグさんのソルとトトボさんのシーン B 番台でお願いします。Heaven or hell, duel. Let's rock. さあ、コンメイ対、もやし対。本当ね、前作からあるカラーですが、この光の加減によって見え方が全然変わってくるのがすごいですね。さあ、ボール生成。ここで下位置、打ち込んでいく。ダメージを PS 前へ返して、立ち手イルカさん。さあ、海対メイはね、組み合わせの相性で言えばかなり海がいけているみたいなお話は聞くんですけども、まあ 1.10 前回の最後のバージョンと調整変わらずの本作ですから、足原イルカがね入るようになったっていうのがメイ使いとしては大きいらしいですね。カウントヒットからちょっと軽力浮きが高くなってしまうのが難しい。足払いからチャージ、グランドロゴールダストアタック。さあ、ここは全て受け入れることしかありましたが、体力リードは、はい。さあ、イルカ発射からロマンキャンセル、これバースト使える、いいバースト。さあ、お互いにあと一発、ドラマティックフィナーレも期待できそうですが、
3位タテイルカが飛んできて、メインはイルカに。さあジャンプベースをうまく通していきます。こちらのジャンプベースうまい。そう、禁止する。ここですね、ハイジャンプでコンボすると結局は安定するかもしれませんね。結局ベイバースラスといっても結局は受け身が取られてしまうことが結構多いんで、 B1 で勝ったのはドドボさん、おめでとうございます。やべ、ちょっと疲れた、終わろう、やろう、やったほうがいい、やったほうがいい。竹さんのジャックオート、バリアントさんのイノ、A 番台 B 番台、あ、俺 B っつったろ、いや、B っつったろ。あれ、俺大好き。はい、じゃあ B 番台でバリアントさんと竹さんですね。さてと、演説を指してガッタマコンさん、メイおめでとうございます。ドショイチゴさんのメイと角貝さんのベノム、 A 番台でお願いします。まあね、乱入された時の緊張ってのはなかなか慣れないですよね。もう乱入されるたんびに昔はビビってましたからね、手震えてたし、気づいたらなくなってましたから。の試合に関してはジャックオーですね、五所一郎さんのジャックオーです、ごめんなさい。ジャックオー対角貝さんのベノム。誰だっけ？あ、コウタロウさんか。あ、肩こりが。パフォーマンスも。どうさ、そっちは勝ち？タクヤチーム勝ち。さあ、角貝さんのベノム対場所一郎さんのジャック。読めるとこを、読めるとこを教えてくれ。雪チーム対太郎チーム、雪チーム対太郎チーム、 ABC D 番台でお願いします。雪チーム対太郎チーム、3人いるね、じゃんけんしてワンピースで決めてね。竹谷さん、どう、そっち涼しい？うん、涼しい。向こうはほんのり暑い。まじゃ大丈夫、暑くないね。よかった、冷房下げてよかったよ。さあ、ベノム対ジャックオーなんですけどね、これスティングライムって家がね壊れちゃうんですよ。全部貫通してダメージ1ずつ減っていく。はいはい、あ、そのまんまで1、2、3でいきます。太郎さんが最後です。はい、あはは、家が1ヒットしかしねえ。さあ、サバックが今回しょう見えないこれ。さあ、あー難しい、 4D だったかね。ストラグルから日本イスラー先行きたいく。ダストって、ね、ゲージ使うんだ。 D ゲートを全部使うんですね、流派東方ファイ。まあ、あれなんですよね、家はですね、食らった直後に無敵があるんですね。アクションゲームの自分のキャラクターがダメージを受けた時と同じような感じですね。アクションゲームやったことない人いる？いないよね。さあ、ダストアタック見えません。で、この後はドンキーコングみたいに好きな方向に飛べます。軽っ。G 番台、中山チームの勝ち、連合チーム勝ち。はい、じゃあ G 番台呼ぶよ、 G 番台
もうちょい。アツシチーム対ゆめちゃチーム ABCDEFG、G 番台で試合です。今回ダスじゃねえ、コンピューターエピソードモードかなり強くなってしまうのはですね、この何周もしていると、まあ、それを成績に応じてコンピューターのレベルが上がっていくというものなんですね。ですので、ラウンドを取らせながら戦っていけばいいですね。はい、ちょっとね、あの呼び出し入るとこちらも混乱しがちなんで、すみませんが、よろしくお願いします。次。竹さんのジャックと小柳さんのシーン、 B 番内お願いします。 A 番内勝ったのは角貝さんのベナム。一度のチョークで十分だったな。キリッ。ゆうていさんの保証の金とケラキさんのシーン、 A 番内。組織にもキリンジはいるが、君の砲術は断じてセンスの産物ではない。ヤブチーム勝ち。純朴な精神で何故このような老怪な技を持っている。おい、ちょっとこの道開けてください。ちょっと人が結構通ります。チーム戦が終わった後はかなりね、あとここ行っちゃうとあの消えちゃうんで気をつけてください。あとワイシャツがついちゃうからね。ヤブチーム F 番台連戦、ヤブチーム対オルカチーム、ヤブチーム対オルカチーム行ってください。ヤブハヤモトリーネコチーム対オルカ祭り、ワタロチーム ABCDEF 番台、手挙げてるんじゃなくて F 番台に行ってください。カステラチーム連戦です。カステラさんの佐藤のチームとユスケチーム、A、B、C 番台でお願いします。はい、A 番台 OK ですよ。はい、OK です。始めちゃってください。で、負けチームはね、どんどん呼んできます。あ、呼ばねえや。まあ、あの始まるまで時間かかってしまうかもしれませんけど、あの最初に呼ぶことによって、ね、あの進行すごい楽になりますよね。今回のね、ストーリーモードのポチョムキンはあの本当に初心者殺しの連携組んでくるんでね、メガフィストポチョムキンバスターとか、ジャンディースカシポチョムキンバスターとか入れ込んでるんで、前ジャンプから反撃を決めましょう。あとコンピューター戦 の試合の途中であれなんですけど、コンピューター戦の必勝方法としてはね、 2P2K とか 2K 足場とか下段下段とかを続けていくと崩れるっぽいんで、どうしても勝てないって人はね、 2K 足払いなどを重ねてみましょう。多分結構崩れます。はい、 E 番台 ABCD、 E 番台野良猫チーム連戦で、 KSG チームと E 番台で連戦です。やみつくさん、はい、オッケー。やみつくさんはですね、ちょっとチーム移動になったんで、どこだっけ、あ、やみつくさん、ここだね、ブルーさんのチームに入ります。プチさんはいるかな、ジャックを使いでプチさんは、あ、結構でいるんですね。じゃあチームになっちゃいました、よろしくお願いしますまだ試合始まってないんでね、お待ちください。ブルーさん、ブルーさん、チームメイトが来たので顔合わせしてください。おお、ハンマーホール、うまくぶっ込んでいきましょう。一本選手、さあ、ケラクさん旬ですね、結構ビークドライバーをね、ブン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 振っていきたいんですけども、引っ掛けていきたいですね、先端を。はいはい、あとここの通路開けちゃってください。結構人が通りますのでよろしくお願いいたします。でチームは全員このチームだとブルーさんのチームは4人揃って行動してください。はい、 B 番台シエルさんのレオともやしさんの回、 B 番台はい、シエルさんともやしさん、 B 番台です。
さあジャンディーおきぜまーマイケーからの手込みに連続ヒットしたかったのはゆうていさんのボズの品おめでとうございます。A 番の終わり次どこだ。洗練されていないヨウくんジャック対ピーダさん、ピーダさんのザト A 番台。はいはい、ここごめんなさい、マジで開けてください。ちょっとブルーさん、このチームガーッと向こう移動しまっていいですか、ごめんなさい。はい、石村先生遅いです。うまくやればクズファンには終わるか。亀子さん、チームメイト来たんで、あ、石丸先生来たんで合流しといてください。はい、向こう行って。さあ、ヨウくん新対キーナさんのザト。さあ、ゴーストサーバント、まあいろいろな言葉がありますが、まあ、とりあえず覚えておいた方がいいのは、ふよふよ浮いているのがゴーストっぽく見えますが、あれがサーバントです。家が、ゴーストと呼ばれますので、まあ、何言ってるか分かんないと思ったらそれだけ頭に入れておくといいかもしれませんね。さて、うまい。うん、すげえ、ポン投げて大きい攻めは家があったか、家の体力減ってんのかよくわかんない。いやー、なんかめっちゃ見てる。あー、しかし消えて家が出てくる。リバーサルのタイミングからもなんかもう家は出てくるみたいですね。さあ、回してデッドアングル、アイスラッシュからドリルがヒットして終わります。2枚耐久からハイスラー D と決めて伸びる S、ハイ伸びるとジャンプ D まで、まあ、戻して非常にうまいですね。 DS2 ハイスラーから置き攻めはうまくワスト。うわー、文春頑張ってる感があるわ。アイデスフィールドを展開すると結構いいらしいですね、ザート戦はね。チャンハイジャンディーから K が当たらないが 2P キエス、勝ったのはザト。KT さんとみかんさん、エルフェルト A 番台です。B 番台五所一五さんとヨウくんさんのジャック、 B 番台でお願いします。Guilty of greed. Who dares to enter the mayhem? Alfalfa Rafa. Arena. Eno versus Alfalfa. Get ready to run. Heaven or hell. Duel. Duel. One. One. Let's rock. さあ、みかんさんのエルフェルトとケイティさんのイノ構えて、どんどん突き上げショットショットショット、突き上げショット、まあこの連携非常にきつい。ガードし、うまい、ラフェルですね、ブリッツうまく使いました、素晴らしい、いい判断ですね。まあ2ペナのしゃがみ姿勢の技で回避するのが一番いいと言われているんですが、本作はブリッツシールドですね、まあ崩す投げ以外は勝てます。ジャンプハイスラから1点目、こちらはブライドルキックです。ニエスが強いですね、とりあえずニエスからブライダルでやったり、ね、立ちハイスラにつないだりとしてダメージを取っていきたいんですが、ここは解放してしまった場合はもうブリッツの効果がなくなっているんで、ここへ食らってしまうんですね。おお、爆発して、ワイハイスラからブライダル 2K で触りたい、ジャンハイ
なんかこのステージはいいなと思ったんですけど、なんかどうもやっぱあれですよね、非常口みたいなカラーですよね。ちょっと暗めな、お化けでも出そうな暗さとなっております。画面し大きい攻めはちょっと行き過ぎた。さあコンボ、さあお互い攻めればかなりコンボが練習しておりますので、攻めれば勝ちって感じですね。本当に男性みたいな試合展開になっております。さあエルフェルトはトラバイエを構えて画面端に持っていけば勝ち筋になっておりますね。マイハイ、それはブライダーのすごい飛び方。マイハイ大木欲して、ホバー、中途半端な前ジャンプを潰すために振ってるんでしょうかね。当たりそうです。さあパンで返してブライダル TS から SPSSS と決めて、ここで狂言置き攻めのターン。じゃあはい、落として、これ5段階勝ったな、フェディさん。センジさんのスリーだとホムさんのメイ、はーい。ズボン役が私では不満でも、オーバー Guilty Gear Exile。Who dares to enter the main? Slayer Arena. Main versus Slayer. Get ready to roll.はいはい、どんどんいきます。ケラチさんの身体、竹さんのジャック、 B バンダイ、さあ、エヴァンダイ、センジさんとコウノさんですね、体力をお互いに奪い張って、まあそうです、若干目が有利かな。足払いから大きい攻め、中段だけ足払いヒット、空気足はできません。投げを決めて裏回り、これは KB 生からのハイスラー S ハイ D 落として表示もあります。さあ助ける解釈、バーストの DOT ですね、これも結構威力がありますので、うまく使っていけば。さあ KK と刻んで画面中央、さあどちらが触るか。アパチ、ピン S、タッチ K からこちらもタッチ K で追い返す、エン S、タッチ K、空気ダッシュ、ABC、D 番台、どっち勝ち、雪チーム、はーい、D 番台、平岡チーム対石丸チーム、行ってください。平岡海ぶっ飛び込みで青たくいのチーム、石丸チップ亀込めのむ練習チーム、 D バンダイ移動して、負けもやってく、まだ1回戦終わってねえか、終わったらだ。さあ画面端、マイス投げ決めて勝ったのはセンジスレイヤー、上に届いています。はい、バリアントイナ対つながりベノムエヴァンダイです。強くなりたいなら学ぶべきことはたくさんあるが、
まずはレディのたしなみから始めよう。その前さん、試合で正番台です。Guilty Gear Exile. Who dares to enter the maze? Venom. Arena. Venom. KSG team, 勝ち。はい。これ何番台だっけ ？D、E、E か。ホヒコチーム。はい、雪チーム、雪チーム対ホヒコチーム、E番台でお願いします。じゃあ、注意しなくなったな。まあなんとかするさ。まあ、でも早くやんねえと敗者が大変だろう。待ち時間が、まあ、1-1 ずつでやっていけばいいと。1個やんねえ1つやってる。武藤さんのチーム、はい、武藤チーム勝ち、おめでとうございます。あるだろう。はい、お待たせしました。ブルーチーム対、タクヤチーム、 ABCDEFG、 G 番で奥でお願いします。ブルーチーム対、タクヤチーム。おお、ドラマティックこれ知らない時なんだよね。知らなかった時の状況判断が問われるのやばいですね。まあ、ゆっくりイノのパンチラ見てくださいみたいな感じでしたね。 あの後投げとかで決めたりすると角度も普段と違う角度から見られたりすると面白いですね。トトモさんシン対ケラクさんシン、同キャラ戦 B 番台です。終わったな。オルカチーム勝ち。はい、オルカチーム勝ち。ごめんね、全然実況できねえや。エタローチーム対コロポックリチーム、どこだっけ、 F 番台か、 F 番台で、こちら勝っても負けても最後となります。エタローチーム対コロポックリチームは負けトーナメントです。負けチーム対負けチームなんで、勝っても負けても最後となりますが、よろしくお願いいたします。エタローチーム対コロボックリチーム、 F 番内で最後の試合お願いします。で次 A 番内どこ行こうかな。ゆうていさんのポジョムキンとビーナさんのザトを A 番内でお願いします。C 番内、モガチーム対羽根屋チーム、 AB C 番内でお願いします。Heaven or Hell Duel 1-1 Let's Rock さあ、ゆうてさんのポチョムキンとみなさんのザトウですね、バンダイ。
さあかなり難しい組み合わせですが、スライドヘッドハンマーホールを駆使してなんとか触りたいところ、いい壊し方ですね。さあスライドヘッド前系デコピン必殺の連携となっているようです。C マンダイ範囲移動して我がチーム対ハメのチーム、さあ飛んできてジャムディー奥攻め前系デコピン、こっちのデッドアングルで返し、あードリルね自ら頭を打ちつける自殺志願者みたいな、俺はもう嫌だこんな会社みたいな、やっぱやめたみたいな。さあハマホール、あお前試合だった忘れとった、さあジャンディーケツから奥攻めジャイアンス画面端に追い込んでスライドヘッド、さあまずお願いしてから画面端、さあしかし飛び落とすことはできない、シャンハイから続いて回って中段だけガードしている素晴らしいメガフィスト、いい判断 B 番の良かったのはアドシーだ、さあまあケラクさんおめでとうございます。B 番台もやしさんの回答、五章一五さんのジャックを B 番台でお願いいたします。さあハイスラッシュで取り返していけば最終ラウンド、おお立ち上げ強い回して下段で戻してエリアルコンボ、伸びる収納は難しいんですけどね、しっかり決めております素晴らしい。さあ前 PDS 足払いからガーフを決めてギャラリーからダストアタック、コンボが素晴らしい出てる、あーっと最後はギャラってしまいましたが、勝ったのはミーナさんのザトです。すべてが色褪せてザト、B 番台 A 番台ごめん、センジさんのスレイヤー対 KT さんのイノは A 番台です。Guilty Gear. Who dares to enter the main? Uno. Elena. Eno versus Slayer. Get ready to roll. Heaven or Hell. Duel. Duel one. やるぞ。Let's rock. KT の対センジスレイヤーです。さあ、この組み合わせどうなるか、上海から 2K2S ジャンケで崩してここでバースト、大きい前面は画面足表現で無理やりガードを崩してファイルバンカー光っている、かっこいい KS、ANS、タッチ系からジョンです、 KS 触って噛みついて、さあでボタン連打しないといけないのが今回難しいですね。ボタン連打数もイグナートの最初のバージョンと比べると、回数増えているんで、いつもより、気合を入れてボタン連打しないといけませんね。さあジャンプハイサラでまず中段にかけてですね、しっかり取ってダイヤンド、さあ崩してジャンハイ狂言出し引きですからしっかり落とします、画面足縦ケミがあるからここはバースト使いますが、ちょっともう後がないか、
この目指しそして音符を出されるとスリアはちょっと面倒くさい。そしてマンパンチファイリアクロスファイズですね。うわーっと相打ちテンカルですね。そして攻めは 2K キスですからしっかり決めて勝ったのは KT イノ。B バンダイ、A バンダイ、ピータさんのザトとバリアントさんのイノ、A バンダイでお願いします。年は取ってもまだないちになる。シュールさんのレオと粉雪さんのシーン、B バンダイでお願いします。Guilty Gear. Who dares to enter the mayhem? Uno Zato 1 Arena Zato versus Uno. Get ready to it. Heaven or Hell. Duel 1 1さあ、マリアンさんのイノ対ミートさんのザトです。さあ、難しいキャラ対決みたいな感じになってますか。え、勝ち？あ、呼び出しか、うん、OK。 KSG チーム対平岡チーム A、B、C、D 番台でお願いします。大丈夫？ OK OK、 そうですね。さて、おすすめはバックステップ、達者さのヒットですが、つながらず2K 必要ですから、ジャンハイ表現といったのが難しい。うおー、リハイスターが持って回る、狙いからさあ、ダストアタックしっかり落としてガードフォーレンペイ。さあ、ジャメスイフト2敗者をつないで、もう見る続いて回してアンペースまで勝ったな、皆さんの佐藤。戦いでは心が震えないか。ザトラウィンウィンストレイト。なるほど、君の狂気は私と同じか。私には同情できる心も残っていない。